新型コロナウイルス感染症の世界的流行。アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行。日本における新型コロナウイルス感染症の流行。愛知県における新型コロナウイルス感染症の流行。愛知県における2019年。コロナウイルス感染症の流行では、日本における新型コロナウイルス感染症の流行の、うち愛知県内での流行についてもべる。 1>, 1月2月3月、富士大科大学岡崎医療センター4月5月6月7月、東浦町の県施設8月継承者受け入れ施設となっている、東横院名古屋名駅南9月10月11月12月1月5月、アメリカハワイ州から帰国した名古屋市内の60代夫婦を起点としたクラスターとされる。妻が感染を自覚しないまま利用した。 スポーツクラブ A で利用者10人が感染した。さらに、その感染者のうち、50代女性が感染を自覚しない、まま利用した施設 B でも8人の感染者が発生した。また、夫妻の関係者や家族を含めて39人の感染者集団となった。70代女性の感染が2020年2月29日に判明したことにより発見されたクラスター。 70代女性の同居人が利用するデイサービス施設 A で利用者5人が感染した。そのうち80代女性が別の施設 B を利用したことで、施設利用者やその家族に感染者が拡大したとされる。3月10日時点の発表では感染者45人。2020年4月8日に4人の感染が確認。うち、刑務部教養課所属の50代男性警察官ら2人は、 クラスター化した剣道の練習に参加していたが、第2交通機動隊所属の20代、30代、男性警察官については感染経路が不明としている。この発表時点での愛知県境内の感染者数は22人で、接触した可能性のある警察官229人が自宅待機となっている。自宅待機の警察官については、一般市民との接点はなく、業務にも支障がないとしている。 2020年4月27日に県が存在を公表。4月26日時点で22人が感染確認。名古屋市内のボクシング事務関係者の20代男性とその仲間7人、ジムで接触した男性3人とその知人、家族に感染が広まっている。名古屋市中区近3丁目に所在するカラオケバーであった若者を中心に広がっているクラスター。 若者らは SNS や路上で出会った緩やかな人間関係であり、市当局が詳細をつかみきれていない。感染は若者らの祖父母や県外た年の若者にも広がっている上、7月上旬から中旬にかけて一部メンバーが同店舗で飲食を繰り返していたことから、さらなる感染拡大の恐れもあるとしている。7月19日時点で24人。 東京都内に2020年7月1日2日の両日滞在し、名古屋市内に戻った50代男性を発端としているという。男性の感染は13日に判明。飲食店で男性と接触した名古屋市、港南市、小牧市、春日井市の男女12名が感染し、さらにそのうちの小牧市40代男性と接触した名古屋市内50代男性も感染が判明しており、 7月20日時点で合計14人のクラスターとなっている。軽症者向け宿泊施設の確保愛知県では、東浦町にある、県施設愛知健康プラザ健康宿泊館を、軽症者向けの宿泊施設として確保している。詳細については、同項目を参照。また、2020年8月7日から、名古屋市中村区の東横院名古屋名駅南を全、胸貸し切り、 最大前805室を確保した。全県の感染者を利用の対象とはするが、感染者数が急増する名古屋市内の感染者を主に受け入れる見通し。運営は県と名古屋市の職員が担当するが、県病院協会及び県医師会などにより派遣された医師、看護師が24時間対応できる体制をとる。 専門病院愛知県立愛知病院2020年10月15日中等症の患者を受け入れる専門病院として愛知県立愛知病院が開院した岡崎市内にある岡崎市立愛知病院を活用し50床でスタートした最大100床まで増やす予定感染者らへのインターネット掲示板等での誹謗中傷を検知し県担当者の判断により 名古屋法務局に削除を依頼する仕組みの導入が検討されている。2021年10月頃開始を目標に、県議会6月定例会に補正予算案として600万円が盛り込まれた。県立学校では5月18日に投稿日を設け、5月25日から分散投稿、6月1日より通常投稿とし、段階的に学校を再開する。 分散投稿は午前と午後に投稿を分散させ、通常投稿は従前の授業を行うとしている。また、感染対策の指針を示すとする。名古屋市立小中学校については5月28日29日の両日中に、高校については27日から29日の間に学級活動を行い、6月1日からの通常投稿に備える。同市立小中学校。 特別支援学校、幼稚園については3日間は午前中のみ3時間授業と、し、4日以降に通常授業に復帰する。また、夏休みについては短縮する。トイレ清掃は、同市が、教員の事務作業の補助を目的に採用する、スクールサポートスタッフが行う。三好市は、市内8小学校の学級定員を35人から28人程度に減らすことで3密を避ける。 教員の増員や非常勤講師の時間数増などで対応する。同様の対応が困難である4中学校では、市が購入したフェイスシールドを全員が着用する。また、6.79月分の給食費については、市が全額負担する。夏休みの短縮大夫市は、特別定額給付金の申請書に、市独自のマスク購入権を封入。 一世帯あたり7枚までのマスクが死体区間で指定時間に購入できる。給付金オーフは政府の特別定額給付金の支給対象外となる4月28日以降に生まれた子供について臨時特別出産祝い金として一人10万円を支給するとしている。財源は市のコロナ対策基金を活用し9000万円を準備する。 対象は2021年3月31日までに生まれた子供で母親が2020年4月27日から新整備までに継続して住民登録していることを条件とする住居の提供名古屋市は経済的な事情により住居を失った市内在住者もしくは市内在勤者で会社倒産もしくは解雇により住居からの退去を余儀なくされた人に 市営住宅40戸月1万円程度の家賃で1年間貸し出す措置を実施する。愛知県では2021年5月24日に大規模集団接種会場を名古屋空港ターミナルビル、富士大河大学病院にそれぞれ設置している。名古屋空港では1日2000人、富士大河大学病院では1日1000人の接種が可能としており、双方とも モデルナ製のワクチンを使用する。名古屋空港では、名古屋市、春日市、小牧市、豊山町の住民を対象としており、黒川バスターミナル、名鉄バスセンター、春日市役所、JR 勝川駅、パークアリーナ小牧、名鉄小牧駅からの無料シャトルバスが運行される。中日新聞金郊版によれば、春日市発着のシャトルバスは利用者が少なく、 無料駐車場の利用者が多いとされ、県は、シャトルバスの利用を求めている。また、富士大化大学病院では、名古屋市、刈谷市、大府市、豊明市、日清市、東郷町の住民を対象とし、名鉄なる駅、刈谷市役所、刈谷市総合運動公園、刈谷北部障害学習センター、大部文化交流の森、共和駅、大府駅、メディアス体育館を 名鉄と夜明駅、日清市役所、日清駅、統合町民会館からそれぞれ無料シャトルバスが運行される。日本銀行名古屋支店は5月15日、愛知県など東海3県における景気判断を下押し圧力が一段と強まっていると発表している。ただし、帝国データバンク、東京支社情報部、赤間博也部長は、 愛知県におけるコロナ関連倒産は5月時点で4件にとどまっており、大都市圏にあっては着目すべき数字であるとしている。2020年3月下旬から、俺、コロナと店員などに告げた上で赤薬シャをするなどして、施設や店舗の営業を妨害する事件が県内各地で発生している。感染の有無が不明である以上、施設や店舗を閉鎖し、消毒作業を行わなければならず。 業務が停滞したり、消毒費用がかかったり、風評被害が出たりするため、威力業務妨害罪が成立する可能性がある。県警捜査幹部は厳格な取り締まりが必要であるとの認識を示している。このうち、2020年3月29日に、上記の名古屋市中村区の家電量販店にて、俺コロナだよ、コロナビームと言って、店内を消毒させるなどして、 業務を妨害したとして、逮捕、起訴された、派遣社員の男性被告については、名古屋地裁が、同年6月26日に、懲役10月の実刑判決を言い渡している。望みは、豊橋に停車しないので、当然ながら、豊橋に緊急停車することになった。蒲氷市旅館経営、富士見荘、豊川省水処理設備製造販売、交渉 EG、飲食店運営、 ガーデン、名古屋市遊戯業赤玉インボーク、ネイブバックス、フォーマー。ありがとうございます。